本全国でも大変珍しいクルーズ、この横須賀巡航巡りご乗船いただきありがとうございます。このシーステードパイプは約45分かけまして、もう皆様いらっしゃいますこの港、横須賀本港と隣にあります長浦港、この2つの港を回るクルージングになってます。もちろんこのクルージングの間、カメラやビデオの撮影、基本的には大丈夫ですので、ご安心してお撮りください。そしてご存知の方いらっしゃると思いますが、今右手に見えてます土地は、アメリカ海軍第7艦隊の基地になっております。なので右手、掲げている旗はアメリカの星条旗掲げてますし、建物、看板にはほとんど英語で文字が書いておりますので、こういったことから右手はアメリカの基地なんだなというのを少しは分かっていただけるのではないでしょうか。では早速ですが、右手前方をご覧いただきますと、船体真っ黒い船、潜水艦がご覧いただけます。その潜水艦たちは海上自衛隊の潜水艦になっております。右手、アメリカ海軍の基地とご紹介しましたが、この基地の中に海上自衛隊の潜水艦の司令部が置いてありますので、潜水艦だけは普段からアメリカ海軍の基地に停泊するという形をとっているんです。普段自衛隊の潜水艦に出るのはこの横須賀と広島の呉、全国でも2カ所ぐらいですので、初めて潜水艦ご覧になったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今潜水艦の方が手を振ってくれてますね。皆様もよかったら繰り返してください。ありがとうございます。そしてその潜水艦から目線を少し前向けていただくと、89番という船が頭をこちらに向けて止まってます。89番はイージス艦というタイプになります。イージス艦、ニュースでよく名前出てくると思うんです。では皆さん、89番の一番背の高いマスト、鉄塔を探してみてください。その付け根から少し下です。船体よりも若干白身を帯びた亀の甲羅のような板ついてませんか。八角形の薄っぺらい板です。マストの付け根の少し下、あの板がイージス艦の目になってます。フェイストアレイレーダーという世界最高峰のレーダーになるんです。なのでこれからあの板つけた船だけをイージス艦と思ってください。そうすれば普通の艦船とイージス艦の簡単な見極め。なお2隻のうち手前海側の潜水艦なんですが、先ほど入港したばかりですので、看板よくご覧いただくと乗組員の方がさまざまな作業しているのがご覧いただけるかと思います。こういった自衛官の実際のですね、作業光景というのも軍港巡りならではかと思います。どうしても自衛隊の開放日があった時はですね、皆様招くため自衛官が、あれがジョージワシントンです。なぜ運がいいかと言いますとね、今朝帰ってきたばかりなんです。昨日まで見なかったんです。確か右手のアメリカ海軍横須賀基地の司令官の公開式が近々行われる予定でして、その式典に出席するためジョージ・ワシントンが一時的に帰ってきたと言われておりますね。なのでその式典が終わればすぐさままた帰国です。すごいです。帰宅になるか分かりませんが、先ほどご覧いただきましたアメリカ海軍のイージス艦、このイージス艦で1隻だいたい300人乗ってます。一方ジョージ・ワシントンは1隻で約5000人です。多い時は6500人乗せることがありますから、もうジョージ・ワシントンいるといないとではこの横須賀の街並みがガラッと変わってしまうんです。もちろん今日ジョージ・ワシントン帰ってきましたから、また横須賀にぎわいが戻りますね。姿を自分でビデオに撮りまして子供に送ってあげる。ビデオレターを作りやすくするためジョージ・ワシントンには多くの絵本も積んでいるそうです。そういった家族思いなところもアメリカらしいなと思いますね。ただジョージ・ワシントンなんですが、肝心の戦闘機が乗っていません。普段約80機乗せれるんですが、どこ行ったかというと厚木基地などに飛ばしているそうです。というのもですね、ジョージ・ワシントン含め他の空母もそうです。戦闘機を飛ばしたり、また戦闘機を船に着艦させるときは
風上に向け全速で走らないと、ぜひ見ては行ってみてのお楽しみという形が多いです。というのも事前にですね、ジョージワシントン乗れると分かれば日本全国から多くの方が右手の基地に集まってしまいます。そうすると基地がパニックになり危ないです。なので観戦に関しては行ってみてのお楽しみという形をよく取ってるそうですね。そしてもちろん右手の基地行かれるんでしたらね、朝一番から来てください。昼から来る方大変ですよ。昼から来ますとね、まず基地に入るだけで2時間待ちは当たり前と思ってください。そして疲れたからまず飲み物買ってから基地の中回ろうかと思いましたもね、飲み物買うだけで100メートルぐらい人が並んでますからね、もう何するにでもやんねんやんになってしまうと思います。ただもちろん右手の基地足運んでもらいましたらね、面白いことは間違いありませんので、ぜひ足を運んでみてください。さて、そういったことをご案内しているうちに、この船だんだんと湾の方へと、ほぼ毎日見ることができるんですね。もっと視界が良ければですね、正面やや右手、傍らでもスカイツリー見れますし、冬の時期が多いですけどね、正面から左手、富士山、ここから見ることもできますね。今日は全てが隠れておりますが、ただその代わりといってはなんですが、皆さん右手、二隻艦船入ってきてるの分かりますかね。二隻艦船が止まってます。右手前方に一隻、右手後方に一隻ですね。多分右手前方の艦船はですね、今あそこで怒りを落として停泊中、秒殺中となってますので動かないと思いますが、右手後方あの艦船は多分アメリカ海軍のイージス艦だと思います。皆様これから長浦湖を回りますが、その長浦湖を回り終わった後、あのイージス艦が着岸している光景間近で見れるかもしれませんね。今日ジョージワシントン帰ってきましたので、ジョージワシントン守っていたイージス艦も数多く帰ってきておりますので、このように艦船の入港シーンというのが見やすくなっているんですね。そしてですね、またイージス艦も潜水艦もします。そしてご紹介したアメリカ海軍の大船も、先ほど一緒に回った横須賀本港まで持っていき、神殿になった途端花火上げるんですね。それと同時に止まっている船たちは一斉に汽笛を鳴らし喜び合います。他ではなかなか経験できません。ぜひ一度大晦日横須賀来てください。船、この日南は海の調査をする船です。海底の地質、潮流、塩分濃度、こういったのを調べる調査船になってます。潜水艦のためにこの調査船が必要なんです。潜水艦はどこにも窓がついてません。なので基本的には海の地図、海図というのを頼りに船を航行します。なのでこういった調査船が正確な海図を作ったり、またそれ以外の海のことを調べる必要があるんですね。そして5105番日南から少し目線前向けてもらうと、一隻護衛艦が止まっておりますね。船尾、お尻向けてます。傘、風と船尾には書いております。171番にいる潜水艦です。この潜水艦取っておいてください。今日はですね、潜水艦をずっと右に一周する形です。右に見ながら一周する形ですから、いろんな角度で写真撮れますから、ね、まもなく左手前方から見えてまいります。この302番もぜひとも写真撮っておいてほしいんです。私個人的には潜水艦より撮っておいてほしいです。なぜかというと世界の艦船の中でも本当に珍しいんです。何が珍しいかというと、302番は木造艦船となっております。艦船で言えば世界最大級の木造艦船、船体よく見てもらえればちゃんと木を打ち付けた線がうっすらと横に入ってるはず。もうそれでもですね、100発100中で当てることができるそうです。そして船首の大砲のすぐ右横になりますが、長方形の箱があるはずです。大砲のすぐ右横です。あの箱はミサイル撃ち出すためのロケットランチャー。中のミサイルはある程度空飛んだ後海に落ちまして魚雷へと変わる、そういったミサイルが装備されてます。一度空を飛ばした方が魚雷の届く距離が長くなります。そして一度空飛ばした方が到達する速度がぐっと早まりますので、一度空を飛ばすんです。そして
てこの旗風の向かって右側、船尾にも大砲がついております。先ほどの大砲と同じですね。その船尾の大砲からちょっと左上見てもらうと白いカプセルがついてると思います。大砲の左上です。あの白いカプセルはマシンガンとなっております。バルカン砲というもの。たったの1秒で75発の弾撃つことができます。1分ですと4500発弾が撃てるというもの。それ以外にも、はい、敵の艦船に向けて撃つミサイル、戦闘機に向かって撃つミサイルで見ることができますね。ベイスターズの練習場からずっと目線前向けてもらうと、今正面ぐらいに152番という船が見やすくなってまいりました。1階の方は右手前方から見えてます。152番は山切という船。この山切のですね、煙突を探してみてください。1号2の煙突です。てっぺんが黒く塗られている部分が煙突になります。なので152番は煙突が2つあるということになります。そのですね、煙突と煙突の間、最後まで残っていた船となっております。ただ今年で約30年という月日が経ちまして、今年4月の1日引退となったんです。そして引退した船から岸壁挟んで左横、船尾お尻向けた船が3隻となってます。大波、紫、高波偵察ですね。この3隻みんな同じ場所に行ったことがあります。ソマリアという場所に行きました。ソマリア今も派遣してますね。海賊対策取りに行っていたのがこの3隻となっております。だから基地に帰ろうかという話でしたら、動ける距離というのが決まってしまいますので、この時はが横に寄り添ってくれまして、いつでも燃料を分けてくれるんです。そしてその時はから岸壁挟んで左横、この日向の名前の大きさほとんど一緒なんです。なのでこの日向がどれだけ大きいかということを物語っている分なので私は気に入っております。ではこれだけ大きな日向何に使うか、ヘリコプターの離着艦に使うんです。約10機のヘリコプター積むことができます。そして同時に3機のヘリコプター離着艦可能となっているんですね。ただ戦闘機はわざと飛べないように左手、アメリカ海軍横須賀基地、ここからも当時も何隻も飛べといてくれてます。友達作戦という作戦で、これも皆さん忘れないでくださいね。そして181番ヒューが過ぎまして、次が最後の船になります。右手前方403番チハヤという船。この403番チハヤは普段広島の船にいる船となっております。広島の船ですからなかなか見ることできません。潜水艦救難艦といいまして、名前の通りです。潜水艦を助ける船、それが403番チハヤという船。このチハヤ入ってきたばかりなんですね。なのでチハヤの手前 YO29 という船が止まっております。あの YO29 という中型の船は今ちはやに燃料を入れているバージ船という作業船になります。なのでそのバージ船からですね、403ちはやの海面見てください。よく見るとオレンジのフェンス張ってますね。あれは燃料が海に垂れた際周りに広がらないようオイルフェンスというのを張ってるんですね。行きにもご紹介しましたけどね、こういった実際の作業光景っていうのはなかなか見れるものではありませんからね、よかったら写真撮ってみてください。風の影響でしょうかね、カレーの匂いしませんでしたね。今日金曜日です。間もなくお昼ご飯ですからね、海上自衛隊の方はみんなカレーを食べるんですね。これ決まりごと、曜日を思い出すため金曜はカレーにしてるんですね。なぜかというとですね、船が岸壁ついてる時はいいんです、曜日忘れませんが、沖に行った際はですね、結構曜日忘れやすくなってしまうんですね。毎日同じような海見て同じような作業してます。休みなんてありませんからね。なので金曜はカレーと決めれば簡単ですね。ああ、カレー出たから今日金曜か、明日は土曜だなとすぐに思い出すことができますので。そして日本のカレーなんですけどね、他の国と比べるとちょっととろみが強い気がします。他の国はスープ状サラサラしてるイメージありますが、それなぜか日本で初めてカレー作ったのは旧海軍の船の上だそうです。船揺れてます。
通常ですと盛り付けした際こぼれやすい。なのでわざと小麦粉など入れましてね、とろみ強くしたのが日本のカレーの由縁だそうですね。カレー一つにしてもですね、海上自衛隊旧海軍につながったりするんです。そしてもちろんカレーといえばこの横須賀有名です。海軍カレー、よかったらご賞味ください。お土産でもいろいろ売っておりますので。ちなみにお土産用の海軍カレーは私知る限りで13種類出てます。初めて来た方何買っていいか迷うかもしれませんが、あくまで私個人の意見ですが、青い箱の海軍カレーがございます。この青い箱が一番私は美味しいと思います。辛口好きな方はですね、ぜひ試してみてください。どこでも売ってます。地元のスーパーに置いてるぐらいです。ただ一番近い場所どこというんであれば、それは豚舎のお土産所が一番近いです。よかったら見てってください。歩いて50歩ぐらいで行けますからね。ではこの船今着山態勢に移ろうとしてますが、次で最後のご紹介になります。この間知ったんですけどもね、皆さん血液型で性格変わると言いますが、血液型でお土産を選ぶ基準も変わってくるそうですね。まず A 型、血液型 A 型の方はですね、お土産選ぶときは友人、知人のことをまず頭に思い浮かべてお土産を選ぶそうですね。何々さんこれ喜んでくれるかなっていうのが A 型。そして B 型、B 型の方はですね、自分が欲しいものからまず手に取るそうです。これいいな、おいしそうっていうのが B 型。そして AB 型の方、AB 型の方はですね、財布の紐が固くてほとんどお土産買ってくれないそうですね。そして最後残りました O 型、O 型の方はもういろんなものが目に留まるそうです。あれもいいな、これもいいな、でも迷って決められないと思いつつ何も買わないそうですね。それが O 型、合ってるかどうか分かりませんが。ではこの船今完全に着山態勢移りました。危険防止のため船が完全に止まるまではその場を移動せずお待ちください。本日このシークレの5、安全に操船した船長は竹本圭一、乗組員村上智也、案内人私新井豪で皆様を運航巡りご案内しました。またのご乗船お待ちしてます。どうもありがとうございました。